はい、どうもです。こんばんは。本日はコマンド値が明らかになったことによってですね、もういろんなことがわかるようになりました。そして、もう特に今回の題材としましてはですね、大得意、こちらがですね、どのように計算するのかすべて明らかになりました。それに合わせて読み勝ちとか属性の有利不利、この辺に関してもすべてパラメータに反映することができるようになりましたので、今後の数値チェックに関しては、より精度が上がっていくっていう感じにはなるかなと思います。ただですね、今まで大得意を信じてきた方々に関してはちょっと悲しいお知らせになってしまうかなというふうには思います。少しでもお役に立ちましたらですね、ぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではもう早速計算の仕方から見ていきたいなと思います。もう僕もちょっと衝撃を受けています。今までの考え方としましては、マッチアップの数字、例えばシュート4万とかですよね。で、技威力500で、これを割る100したものっていうのが基本の数字になってて、でもし大得意とかがあればそこに 1.25 倍するみたいな感じで計算してたかなと思います。今までの考え方って言ってますけど、勝手にこう思ってたっていうだけではあるんですよね。で、例えばシュート4万、そして技威力500で大得意であれば、4万 ×500 割る100をして、そして 1.25 倍すると、いった感じで計算しておりました。ただ今回のコマンド値、そして諸々の確率みたいなところが見えるようになった結果ですね、実際の計算方法はこのような形でした。マッチアップの数値かける技威力割る100プラスマッチアップの数値かける諸々の補正の合算値ということです。合算値って呼んでるのは、例えば大得意が 1.25 で、属性の有利っていうのも 1.25 なんですけども、その場合はですね 1.5 倍になります。足し算ってことですね。で、読み勝ちの補正っていうのが2倍っていうことなんですけど、これは1を足すと、いうことですね。 100% っていう感じの計算です。例えばシュートが4万、技威力500、大得意、そして属性の有利不利なしっていう場合であれば、4万 ×500 割る100、これがまず基準となります。でさらにここに、4万っていうステータスに対して 1.25 倍したものを足していくといったような感じの計算方法だったんですね。つまり、これ何が言えるかというと、大得意の補正そこまで大きくないですよっていうことなんですよね。この辺がわかるのを実際に具体的に見ていきたいなと思います。まず美咲くん、ハイスピードトルネードスカイアルファの方が入る説っていうところ、これ入ります。ハイスピードトルネードスカイアルファの方が入ります、実際に。こちら見ていただければと思います。まず地上シュート、ホットライン受けた状態で 37,500 で、こちらに525威力、必殺技強化 15% が乗った場合は 226,800 という数字でした。高浮き545威力で、ここに 15% 乗ってくると 235,000 という数字でした。これに関しては変わってないです。下に貼ってある画像がですね、こちらが前回数値チェックの方で美咲くん、ドリームガチャの美咲くんを数値チェックした際に紹介した数字になっております。地上シュートも高浮きのシュートもバフ 40%、 チムスキ69の条件で、このような数字になりますよという形で紹介しておりました。で、低浮きに関しては大得意が乗るので、ここに 1.25 倍されるんで26万までいくから強いよねっていう話だったんですけど、実際今回の計算方法を当てはめると21万8000という感じになっておりました。地上で打った方が強いっていうねこの美咲くん、大得意信者の方はですね、かなりショック、この時点でかなりショック受けるかなと思います。大得意ですよと、大得意乗ってるんだから地上で打つより強いだろうっていうところなんですけど、地上で打った方が強かったっていうところで、今回もこんな感じになっておりました。で、属性の有利不利、そして読み勝ち、そしてクリティカル、この辺に関してもですね、数値チェックに反映できるように、今回数式変えてまいりました。で、例えば属性有利だった場合、ミューラーとかに打った場合ですね、どのぐらい変わってくるのかっていうところで言うと、約1万ぐらい、コマンド値としては上昇するような感じになっております。22万だったところが23万6000とか、そんぐらいになってきますね。なので、若干ですけれども属性有利っていうところは効いてくるのかなというところです。ただ1万上がったところで、ちょっといろいろ検証今進めてはいるんですけど、1万ぐらい差ができたところでですね、数パーセントしか入る確率多分変わってなかったので、そんなに大きな影響はないよっていうのが実際のところかなと思います。
で、あとは読み勝ちとかが載った場合に2倍になるっていう風に、まあ、なるんですけども、どのぐらい変わってくるかっていうと、まあ、ちょっとドリブルとかで見てもらえれば、ね、いいかなと思うんですけど、まず基本の数値としてはホットライン乗ってれば15万8000っていう数字で、ここに対して読み勝ちが乗ってくると19万2000っていう数字になるんで、まあ、これに関してはそれなりに上がるかなというふうに思います。読み勝ちの補正っていうのは結構でかいですよという感じです。でクリティカルに関しては、例えば二次クリとかにするとだいぶ乗ってきます。はい、22万だったものが26万という形なので、まあ、それなりに入るようになってくるかなという感じですね。なので、まあ、この辺の補正が全て今回明らかになりましたので、いろいろ数値チェックの方も、まあ、確認の精度っていうのは上がってくるかなと思います。まあ、そしてやはり、まあ、大得意の補正っていうのが、まあ、そこまで大きな影響を与えていなかったというところが、まあちょっとショックなところですかね、今回で言うと。はい、でまあちょっと何キャラか見ていきましょう。大得意補正あるキャラクター、まあ、マーガスですね。こちら見ていくと、実際にマーガスくんの合算威力、まあ、例えば劣勢時なしだった場合22万3000っていう値になってます。なのでミューラ抜けないですね。はい、これ前まで紹介してた値っていうのが下に載ってます。26万ぐらい出るんじゃないかと、ならミューラ抜けるよねっていう話だったんですけど、やはりミューラー抜けない数字ですね。で、劣勢時乗ってても23万4000ということで24万超えてこないというところでミューラー抜けないですね。なので、まあ、このぐらいの、まあ、補正値でしたよというところです。でもなんかナトレーザとかは高浮きで打つと入るんだよなっていうところあると思うんですけど、ナトレーザは実際に地上シュートより高浮きの方が高く出ます。はい、こちらですね、得意の補正が乗った場合のバフ 40% ジムスキル69の条件で見たものになってます。全力全開時22万5000という値ですね。まあ普段は24万って言ってたんですけど、24万は言ってなくて、まあただそれでも地上シュートよりも若干高いという数字になっているので、高浮きの方が入りやすいっていう体感に関しては正しいかなという感じです。じゃあハースの時結構 Z 林ガンガン抜いたよねっていうところがあるんで、まあ、ハースも見ていきたいなと思うんですけども、ハースに関しては大得意の補正を乗せて今回の計算方法、そしてバフ 40% チームスキル69でやっていくと21万600っていう数字でした。まあ、今使うとそんなに入んないかなっていう感じですね。で、例えば Z 林に対して打った場合属性の有利不利がありということになりますので21万8000という数字が出てきます。同じバフ条件で Z の初段っていうのは23万4000とか、まあそんぐらいの数字が出てくるので、まあそれを考えると、そんなに入る、2回に1回以上入るものではないというところがわかるかなと思います。ただあの時はバシバシ抜いてたよねっていうところがあるんですけど、まあそこはもう基準が変わったとしかやはり思えないですね。なので以前の大得意の計算方法と今の計算方法っていうのはおそらく違うんだろうなというふうに思われます。まあ、実際にですね、実践検証もしておりまして、まあ、その実践検証した際にキーパーの数値をもう下回ってた時点で 50% 切るので、必ず 50% 必ず切るので、そんなに Z 林にバシバシ入るっていうのはおかしいはずなんですよあのコマンド値の話から言うとおかしい話なので、まあ、そこを加味すれば属性有利っていうところを加味しても、そこまで数値上がってこないってことも明らかになってますので、計算方法変わってんだろうなっていうところは言えるかなと思われます。というところで、まあ、とにかくでも美咲くんは本当にやはり衝撃的ですね。地上シュートで打った方が入るということで、まあそうですね、僕も美咲くんかなり狙った人間ではあるんですけども、まあ、今回低空きの S 技がつくっていうことでこれはすごいんじゃないかっていうので、まあ、狙った方も結構多かったかなと思うんですけど、まあ、実際にね実践チェックとかで入らないっていうところはあったんですが、まあ、これはもう不具合とかではなく単純にもうこういう計算の仕方だったんで入らなかったですよということだったみたいです。はい、まあ実際に公表されてる数値ではなかったので、まあ、僕らが勝手にですね計算方法として、まあ、こういうふうに 1.25 倍されるんだろうっていうことでやってたことではあるので、まあ、何とも言えないんですが、まあ大得意もということで、まあ、大得意に関してはもうそこまで、劇的に数字が上がるものではないですよということですね。もしこれが普通だった場合は20万9000という数字になってます。で、これに大得意が乗ってくると、大体1万ぐらい数字が上がる感じですかね。
大得意が乗ってくると大体約1万ぐらいの数字上昇になってます。で、まあ、コマンド値が1万上がったところで入る確率っていうのが本当に数パーセントしか上昇してないっていうこともなんとなく確認できてますので、そこまで大きい影響は与えてなかったというような形になっておりました。はい、まあ、ちょっと今回の計算方法に関して疑問とかある方に関してはですね、コメントに書き込んでいただければなと思います。もう今回かなりフレマとかそのランダムマッチっていうところで、具体的に数字を見ながら合わせ込んでですね、だいぶ正確だろうっていう形で今回出してますので、ズレとしてはもう 0.001% ぐらいのズレでしかないかなというふうには思ってますので、なんか不明点ございましたらですね、気軽に質問していただければいいかなと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。お役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いします。今後の数値チェックに関しては精度上がるかなというところと、キャラクターの高浮きとか低浮きのランキング、こちらは見直す必要があるかなというふうに思っております。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。